ロシアとね、ウクライナの戦争ですけれども、海外からのね、まあ、支援、並びにですね、海外でのいろんな工作活動なんかも話題です。まあ、ロシアがね、海外でね、もうテロ活動をやってるみたいなね、ことやってるんですけど、そのロシアのテロ活動をですね、阻止するウクライナの海外での活動もあるというですね、ちょっとこういうね、事実もありますね。ちょっとご紹介したいんですけど、まずね、この間ね、マリというね、アフリカの国ありますよね、中アフリカのね、国ありますけれども、このマリでですね、ワグネルの戦闘員、数十人単位でね、殺害されてしまったと。待ち伏せ攻撃でね。これあったんですけど、どうもね、ウクライナが関与していたんじゃないかということで、これね、韓国の中央日報が報じてるんですよね。で、その記事によるとね、こう書いてあります。ロシアの民間軍事会社ワグネルグループの戦闘員数十人が、西アフリカですね、ごめんなさい。中アフリカですね。西アフリカのマリで、反政府勢力の待ち伏せにより死亡した中、ウクライナ国防情報総局 GUR が、この攻撃に関与したと明らかにしたということなんです。でもウクライナ側が認めたということなんで、まあ、これはほぼ事実と考えていいでしょう。ガーディアンとかね、タイムズといったですね、まあ、これイギリスのメディアなどが報道してるんですけれども、 GUR のですね、報道官がマリ反政府勢力に必要な情報を与え、ロシアの戦犯を相手に成功裏に軍事作戦を遂行したと明らかにしたと。マリのですね、この反政府勢力がね、ウクライナの国旗を振ってる写真なんかもね、 SNS に出てましたけど、実はなんであなたかというと、ウクライナがまあやってましたよということなんですね。ワグネルはですね、テレグラムを通じマリで銃武器、ドローン、自爆テロなどですね、使ったですね、1000人との激しい戦闘を行い、セルゲイ・セブチェンコ司令官ら戦闘員が、死亡したと明らかにしたと。死亡者数は明らかにしなかったが、消息筋などの話として50人から80人と、まあこれね、80人ぐらいやられたみたいですね。で、捕虜も入れて100人、まあ、ワグネルほぼ全滅ということで、なんかね、包囲されたところになんか砂嵐かなんか来たんだか、砂嵐で包囲されたのかな、よくわかんないですけど、もうフルボッコになったみたいです。ワグネル組織の一部で活動したネオナチのですね、ルシッチグループっていうのがいるんですけれども、こいつらね、グレーゾーンチャンネルっていうね、テレグラムのなんか軍事チャンネルみたいなやってたんですけれども、これを運営してきたですね、ニキータ・フェディニアンがですね、討ち取られたと。この時ね、グレーゾーンはですね、50万人以上の購読者を持つテレグラムチャンネルで、まあ、ワグネル関連のですね、消息をまあ伝えてるチャンネルなんですが、まあ、主催者がやられたと。イギリスのタイムズの報道によるとですね、ワグネルがマリで失った兵士は、シリアで米軍との衝突により200人が死亡した2018年以降で、ウクライナ国内で、最も大きな損失ということでね、その背後に実はウクライナがね、情報提供していたということなんですね。ロシアはですね、アフリカね、ナラティブ飛ばしてですね、フランスの悪口いっぱい言ってね、ナラティブ飛ばしていろんな紛争にこう入っていくんですけど、要はこう資源外交なんですよね。ワグネルって関連グループにね、資源商社みたいなのがあって、軍事援助と同時にですね、資源商社みたいなの入ってって、で、その資源のね、まあ、採掘なんかのこう独占的な権利を得たりとか、そういうことをやってて、そんで活躍、活動、闇のね、暗躍ですよね、どっちかというとね、暗躍をしてたんですけど、こういう形でですね、政府と結託してやってたんですけど、反政府勢力にこうやって打ち取られたということでございます。アメリカのですね、国家安全保障局、NSA の文書によると、ブダノフ局長ね、ウクライナのね、この GR の局長はですね、すでに去年マリでワグネルグループを攻撃する計画を立てていたとのことです。ウクライナの特殊部隊はスーダンでもワグネルの戦闘員を相手にした作戦に参加したと。もうこういうですね、海外でね、また悪さして、これがまたロシアの軍資金になるので、こういうことをやらせないようにと、いうようなことをやっていると。さらにですね、これテンダーさんね、ドイツのオシントアカウントですけれども、ウクライナの活動はですね、なんと中東にも広がっているということで、ウクライナ情報総局はロシア軍がアサド政権を支援しているシリアのですね、クエイラス空軍基地、これアレッポの東部にあるらしいんですけれども、このクエイラス空軍基地を攻撃したと。こういった形でですね、まあアフリカでもね、中東でもですね、ウクライナがですね、ロシアの利益をまあ妨害してると。暴力戦ですよね、ある意味ね。これを展開してるということをですね、皆さんにぜひ知ってほしいなと思います。で、そういう意味ではですね、今ね、各国からの援助が、ウクライナにね、まあ、届いてはいるんですけれども、ゼレンスキー大統領がね、ご自身でおっしゃってるんですが、ちょっとね、やっぱ戦力足らないということなんですね。これマックス24さんがですね、ツイッターでね、投稿されてるんですけれども、こういうふうにゼレンスキー大統領はやってたそうです。我々は14個旅団を準備しているが、そのうち3個旅団しか装備が整っていない場合、どうやってロシア軍を阻止できるのかと。私たちは歴史の決定的な瞬間を経験しています。私はこれを悲観することなく、今日ここで私たちの生存のためにいます。もし全世界が私たちと同じように考えていたなら、私たちはすでにプーチンを阻止していただろう。ロシアは我々が国全体を征服することはできないが、そのために全存在を捧げるだろうと。まあ、世界の皆さんのために悪いロシアをやっつけますみたいなね、まあ、趣旨のこと言ってるんですけど、14個旅団のね、新しいね、新戦力投入しようと思って準備してるんですけど、訓練、まあ足りてないんですね。これ私を監修してくれてる専門家も言ってたんですけど、ウクライナちょっと訓練が足らない。さらにですね、装備もね、ちょっと足らないということで、なんとかしてという話なんですね。日本もね、これなんとかしようということで、パトリオットミサイルをね、アメリカに輸出するという話がありました。
こんなことあって意味あんのかよとかね、おっしゃってる方もいるんですけど、意味あったみたいです。ロシアが痛いキャイーンって言ってるんで、どうも聞いちゃったみたいですね。これ読売新聞の記事なんですけどね。バックスルーを日本からアメリカへ輸出決定。ウクライナに回る可能性。ロシア高官、対抗措置を警告ということでね。すぐ脊髄反射。ね、こういう感じでしてくるので、聞いたのかなこの攻撃はと思います。このタス通信の報道をね、引用してるんですけれども、読売はね。日本が弾道ミサイルを迎撃する地対空誘導弾、パック3のアメリカへの輸出を決めたことについて、ロシア外務省高官はですね、アメリカに輸出されたミサイルが最終的にウクライナに回る可能性があるとですね、反発してですね、対抗措置を警告したと。広報担当のですね、アンドレイ・ナスタシンというやつがね、まあ言ったらしいんですね。そいつが言うにはね、日本の軍事兵器がウクライナ軍に移転されれば、我々に対する明確な敵意とみなすと、強調したそうなんですけど、まあ、国連のさ、ロシア非難決議にも賛成してるしさ、制裁にも加わってるしさ、凍結資産からね、金利からね、お金返してもらうっていうことで、じゃあ先にウクライナ融資しますよみたいなプログラムもやってるしさ、こんなことやんなくたってさ、パック3の弾渡さなくたって、もうとっくに敵認定されてんだよ。改めてなんでこういうこと言うの？ということで、陰謀論のやつだって常にこうなんですよ。昔言ったことをね、こうリサイクルしてね、ニューとか言ってやるんですけど、いや、2年前から言ってんじゃんみたいなね。まあまあ、いつものやつですもん。しょうもねえやつだなと。でも逆に言うと、これをやってきたということは、日本がですね、パトリオットの弾をね、アメリカに出すっていうのが、まあ、ロシアにとっては結構痛いことだったと。キッシー、GJ ちゃんとね、ロシア苦しめなきゃダメですよ。だって、日本の向こう側でさ、核兵器持ってね、悪さしようとしてるわけだし、北方領土も返してねえ奴らなのかね。これくらいやったって当然ですよ。ね。クリミアと北方領土は同時に返さなきゃ、これおかしいですよね。ウクライナの皆さん頑張ってください、というふうに思うんですけれども、まあ、こういったこともあったと。ということです。今日の内容面白い、興味深いと思った方はぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ガオー。